皆さんこんにちは、カイチャンネルの時間です。新年明けましておめでとうございます。あれ、あ、言ったか、2回目です今年もよろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと前回の動画はちょっとなんかね、あの頭がちょっと回ってなかったというかさ、はいはいはい、それどころじゃなかったんでね、ちょっとあんま覚えてないんですけど、うんうん、まあいろいろあの気持ちもまとまったんでね、あのしっかり今日は話していこうかなと思って動画を撮っております。お願いします、はい、でまずね、あの病院に行きまして、はい、であのしっかりあの検査してきたんですけど、やっぱりこのここのね、あの人差し指の中指骨ってところなんですけど、うんうん、この部分ですね、うんうん、ここが真っ二つになってました。おバキッて、やっぱりね、あの予想通りここが折れてて、であの2回戦の山際選手と戦った時 の、 あの親指の骨折はもう治ってたんですよね。治ってたっていうか、まあほぼくっついてたから、そこは悪化してなくて、うん、今回新しい場所を骨折してしまったっていう感じでしたね。そうで、そのどうしていくかっていうので、いろいろ病院の先生と相談したんですけど、まあ、手術するか、まあ、そのままギプスで固定するかっていう、まあ、2択があって、で結果から言うと、まあ、手術はせずにギプスで固定して治していくってことになったんですけど、うん、まあ、多分2ヶ月から3ヶ月ぐらいで治るって言われましたね。長いね、まあ、骨折って、まあ、結構しっかり折れちゃったから、うんうんうん、まあ、そんぐらいはかかるんじゃないかなっていうふうに言われましたね。なるほど。もともとこの右手のこの人差し指の中指骨に1回、その6年前ぐらいかなに骨折してるんですよね、1回、うんうんうん、でその時にプレートを入れたんですよ。この金属のプレートを入れてボルトで止めるみたいな手術をして、うんうん、でそのプレートを抜かずにずっと入った状態のままだったんですよね。でそのプレートの下が今回骨折しちゃって、へー、だからプレートは頑丈だから折れないんだけど、まあ、骨が耐えられずっていう感じで、で折れちゃったんだけど、折れたんだけど、その折れた前後がずれたりはしてなかったんで、あんまり、うんうんうん、なんでまあ固定でうまくくっつくんだろうなってことで、あの固定することになったんですけどね。ただあのもう一回そのプレートを外してまた新しくそのプレートを入れれば、まあ、頑丈にはなるんですよね、うんうんうん、だけどその6年経ってるから、そのプレートが取れないリスクもあるらしくて、くっついちゃって、そうくっついちゃって取れないリスクも、しかもそっちの方が高いらしい、うんうんうん、だから失敗に終わる可能性もあると。怖いね、それは。そう、あとはそのボルトを抜いたところに穴が開くじゃん、うんうんうん、でその穴が開いたところがその修復するのに時間かかっちゃう、ああっていうことで、まあそっちの手術はやめて、うんうん、固定して直していくっていう方向に決めました、うん、なるほど、はい、なんでとりあえず3週間ぐらいこのギプスで固定して、うんうんうん、でだいぶその動かなくなったら、あとは自然に直していくっていう感じですね。なるほどね。安静にするって感じですね。あ、じゃあ滝は行けんか。滝は行けんね滝もバーベキューもダメらしい。え、バーベキュー、あー川ね川ね安静にするっていうことが一番苦手だね、うん、そう、まあでもそうですね。でもなんか走ったりとか、まあ、蹴りとかそういうのはやっても OK っていうのが出ましたんで、はい、まあ早速ねやっていこうかなと思ってるんですけど。え、3週間安静じゃないの？いや、そのこっちはね安静なんですけど、まあ、それ以外はやっていいよっていう。ほんとそれ？ほんとほんとほんと、へえ殴らなきゃいいって言われたから、まあ、へえ、ただね、なんせ体が痛い。体ってもうその手以外の？全身が痛い。どこが痛いの、ちなみに？いやもうね、全身痛い、本当に。なんか、全身だるすぎてさ、なんか、みんな豊橋帰ってたじゃん。うん、で、俺も帰る予定だったじゃん、本当、うん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 。もう行く気になれなかったよ、でも痛すぎて。そんな痛いって、珍しいよね。珍しい。ね、だからね、あの、一言言わせてもらいたい。あの、1日2試合は絶対やっちゃダメだ。本当に。あの、人間の限界を超えてますから、あの、本当にね、あの大怪我する可能性があるんで、うん、なんかそういう怪我人が出る前にこの1日2試合っていうシステム、トーナメント、うん、やめた方がいいと思います、うん、
俺はね、総合ルールで危ないよね、うん、っやった本人しかわからないんだよ俺は、うんうん、でも、うん、それはもう大木久保選手も言ってました。もういつだ2日経ってももう全身も痛いし痛いよだるいしでもう危ない本当に夜寝ててさもう目が覚めるから、ね、急に痛すぎて、体が、まあ、骨折してるっていうのもある。骨折してるとこが痛くて、はい、なかなか眠れないっていうのもあるし、うん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 、普通に体中痛すぎて起きる、寝返りして痛いみたい、うん、それ何殴られ打撃なんていうの打撲系の痛いなのそれともなんか筋肉痛みたいな両方だね。なんかさその次の日とかもこの二の腕の筋肉とかがさもうはち切れそうなぐらい痛くてさ、あ筋肉痛で筋肉痛か筋肉痛のも最上級みたいなあ感じで痛いのと、まあ、あと打撲もあるしみたいな、うんうんうん、そう朝だらけだしみたいな。そうだよね。まあよくないっすねトーナメント。うん、まあ被害者が出ないよね。今後ちょっとやめてもらいたいな。まあでも見る人はね面白いと思うんですよねきっと。うんうんうん。ね、でもね、なんか思ったのが万全、お互い万全の試合を見たいなって思うな、やっぱり。まあね。なんかその素人目線的には。まあそういう意見もあるよね。そうそうそう。なんか、うん、トーナメントはトーナメントでその、なんか面白さもあるし。うん。結局さ、もう、お互い戦いあって、いろんな相手と。うん、で、最後、一番頂上で戦うみたいな。うん、まあ、それも実力だから、うん、実際、うん、うん、だけど、そうだよね、まあ、危ないからやめてほしいなっていうのは思います、はい、うん、で、やっぱりね、右手が利き手なんですけどね、あの右手が使えないとね、本当に生活が不便なんですよ、うん、頭どうやって洗ってんの？頭は、こうです、なんかそのさ、片手でカチッて止めて、うん、こうやって、こうやって、なるほどね。で、なんかあの、体洗うやつあるじゃん、うんうん、あれとかをかけてさ、こっちの方はさ、もうこっちは洗えんのか、こっちが使えないから、うん、こうやって、すっすっすっ無理、結構野生動物みたいな感じ、きついよね。もう、箸も使えないでしょ、うん、だからもう、ひたすらお寿司だよね。あ寿司とか、あとは、左手を結構使うようにしてて、うんうんうん、なんかもう何回も折れてるからさ、俺、右手、うん、でも結構左手使えるようになってるよね、割と、普通の人よりだから、まあ、字書くのも左手書くし、へぇ、で、箸も左手、まあ、ちょっとゆっくり使ったりとか、うんうんうん、まあ、右脳が鍛えられて結構いいらしいけどね、へぇ知らんけど、じゃあなんかの才能になんか開花するかもしれんね。まあね、無駄にしちゃいけないから、そういう時間をね、うん、やっぱプラスに 何事も捉えて、うん、その時のね、状況をね、いろいろフル活用してさ、はいはい、うん、成長していかないといけないから、成長を止めちゃいけませんからね、うん、まあ、でも皿とか洗えないね、どう考えても。どうすん、どうしてんの？それは溜めといて、斉藤くん来た時に洗ってます。息は溜まってます、ね、溜まってる、ちょっと極力使わないようにしてる。そう、まあでも不便ですね、本当に。3週間は取れませんから、これ。だから、なんか家事代行の人とかに来てもらおうかなっていう。ああ、うん。ベアーズさん。ね、ベアーズさんとかにね、ちょっとお願いしようかなっていうのはありますけどね。どうでした豊橋は。楽しかったですか？豊橋はめちゃくちゃ楽しかったですけど。なんか楽しそうな写真が送られてきたけどね。そう、俺は一人こう、横になってましたよ。うん、なんかあれだよね。俺らが寿司食べてるさ、写真送った瞬間なんか寿司の誘い待ってますみたいなさ。あ、あれ寿司行ってないの？あ、行ってたんだ。そうそうそう、あの、ヤスさんのとこ。お、へぇ、あの、四谷三丁目の、はい、いいの、入れたんだ。いや、1日だっけ、あれ2日、そう、2日に、あの、今日行けないですかって言ったら、ちょっと厳しいな、さすがにって言われたけど、うん、その、なんか10分後ぐらいに、うん、無理やりあげましたっつって無理やりやってくれてね、最高だったけどね。また行こうよ、みんなで。ね、行きたい、うん、行きたい、行ったことないんだよ、結局。ここです、結局。あ、そっかそっか、そう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 、家に来てもらったの、はい、時あるけど。そう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 、いや、お寿司ね、手で食べられるからね、うん、寿司うまいね、本当に。この間、斉藤くんとさ、散歩中にここかっつって言って、うん、店の前まで行って、あ、そうそうそう、帰るっていう、
大森さんなんか結構でかい声でやっさーとか言ってそう出てこんかったあれなんか庄司さんも豊橋行ってたよね一緒に。そう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 、なんかね、どうだった、楽しんでた庄司さん。庄司さんめちゃめちゃ楽しんでた。やっぱりすごいね、あのみんな庄司さんにめちゃくちゃ話しかけてて、もうあそう結構大変だったね。あみんな知ってるでしょ、豊橋の人。もうやっぱ格闘技みんな好きなんですよね、うん、きっと。なんでいるんすかみたいな、うん、なんて言ったからね。確かに全然地元でもなんでもない来るっていう。すごいね、うん、まあとりあえずなんだろうな右が治るまではね、うん、ちょっと安静にしてますんで、まあ、できることはやっていきますけど、ね、まあ、でもあとねもう一つ思ったのがその毎回折ってるからなんかその原因を追求しないといけないなと思ってさ、うんうん、だから殴り方とかをまず見直した方がいいなっていうのは思いましたね、すごく。そう絶対折れない、なんか折れる、まあ、なんかその多分極端にパンチ力があると思うんだよ本当に、うんうんうん、でそれで、まあ、骨もそんなに太くないっていうのもあるんだけど、まあ、それだけじゃなくて多分当たり方とかでもそういうのも多少あると思うから、うんうんうん、その部分もしっかり分析して、まあ、ボクシング の, そのトレーナーさんとかにもいろいろ聞いて、まずはそのフォームとかもしっかりもう二度と折れないようなね、うん、折れないようなっていうのは分かんないけど折れづらいようなね殴り方っていうのに変えていかなきゃいけないなっていうのはちょっと思ってますね今。でさ試合映像出たからやっぱ見ててさ改めて、うん、でその折れた瞬間も分かるんだよね、そのまずさ滝沢選手の左フックで俺倒したじゃん、はいはい、ダウン取ったじゃん、はいはい、その直後に5秒後か10秒後ぐらいにクロスカウンターを起きるとドンでそこで折れたんだけど、あ分かるんだ、分かる分かる、もうその時に行ってと思ったから、あその後多分俺何回も右手をさ確認してるのかっていてっつって映像見てもらえれば分かると思うんですけど、まあ、それで、うん、折れてるんだけど、その時の打ち方は別にそんなに悪くないのになと思うんだけど、どこに当たってるのそれは、場所わかんない、なんかデコとかにあったかもしれない、そう、なんかこの辺に当たったのかもしれない、もしかしたら当たりどころは良くなかったかもしれないけど、バンテージとか、バンテージも結構いいですよね、あのライジンオフィシャルのそのプロの人にやってもらってるから、あだからそんなに折れることないと思うんだけど、前まではさ俺本当に去年っていうかそのトーナメント1回戦までかは自分で巻いてたの一人で普通に試合当日にこうやって適当にこうやってパーって巻いてパパパってってよしっつって言ってたんだけど、なんかバンテージ巻く専門の人とかもいるよね。あそう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 、その人にバンテージ巻いてもらってからなんか骨折しなくなったとかなんか結構そう、でもそのライジンのオフィシャルの人もめちゃめちゃ上手だから、うん、だからそこが原因ではないような気がしますけどね、やっぱり。うん、分かんない、でも、なんだろう、その、雷神のさ、選手結構、骨折してる人多いから、グローブ大丈夫かなと思うけど、少しは。グローブとか、その、バンテージの、その、何その、包帯というか、その、自体も、うん、ちょっと改良した方がいいんじゃないかなと思うけどね。うん、分かんない。まあまあ、まずはいろんな原因を、しっかり、追求して、直せるとこ直していかないといけないなっていう、うん、毎回さこの骨折してたらもうね、そうだよね、話にならんから聞いないっすもんね、そう、その試合終わって骨折の報告動画撮ってみたいな、嫌だからさもうこのルーティンはデジャブですもんね、確かに3ヶ月前にもしかもやっぱ怪我するとなんかその分なんだろうな、できること限られちゃうからもったいないね時間が、うん、やりたくてもやれないっていうさ、すごいストレスにもなりますし、うんうんうん、だからね、まあいろいろ考えてやっていきたいと思います、うん、で、まあ今年はね、まあどういう風になっていくかちょっと分かんないですけど、本当に結果を残したいなと、シンプルに、うんうん、なんか年末勝ててないと、なんか終わり良ければ全てよしだけど、終わり悪いなんか全てダメな気がするから、うんまあ、しっかり今年はね、結果をまあ、成長もしていかないといけないけど、しっかり結果も、残せる年にしたいなと思いますんで、うん、まあ、より一層努力が必要だなと思いますんで、まあ、頑張っていきたいと思います、はい、これからも応援よろしくお願いします。じゃあ YouTube も
頑張りましょう、みんな。はい。うん。こんなところですかね、今日は。